緒に勝利の祝杯あげようじゃねえか。どこで何をしていたんだ。何って、ずっと兄貴たちを探してたんだ。山に陣取っては来るやつ来るやつを締め上げて、生意気の野郎は軽くぶん殴ったりしたな。一人で山賊の森をしていたのか。まったく、何して行く先々の山から賊がいなくなって、かえって感謝されるくらいだ。中には妖魔がワンサがいるんだろうな。面倒なことになりそうだぜ。なさそうだ。
Yeah!
早速使ってみな。兄貴、リュウアニは一体どこで何してるんだ。見渡す限り炎症群だらけじゃねえか。むしろ炎症のもとに身を寄せざるを得なかった。とにかく会って話を聞かない。Yeah!
様なものだな。お主が頼みとする義兄弟はどこにいる？お主の味方は？分かったろう。絆など何の役にも立たぬ。それでも私は信じる、兄弟を。兄貴！炎症！てめえ、ふざけたことしやがって！皆絆に縛られて滅ぶがいい！運長、生きとく。私に構わず逃げよう。なんということだ。志はあれど力のなかった私は、生まれし時は違えども死す時は同じ。運長、益徳とそうちぎり、ようやく世に出る機会を得た。奮闘むなしく私は多くを失い、命さえ落としかけた。なれど失意の底でも最後まで失わなかったのは仲間を信じる心。信じる心に応えてくれたそなた、そしてこれからも増えゆく絆のために、私は再び前へ進もう。兄貴！
そなたと兄弟の思いがこの身の容器を沈めてくれた。この恩生涯忘れぬ。いつか礼をさせてくれ。じゃあ花見なんかどうだ。いい場所知ってるぜ。それはいい。だが戦いはまだ終わっておらぬ。炎章は妖魔の軍で全土を従えようとしておる。そういや関東の空が変だったな。ありゃ炎章の仕業か。この暴挙を止められるのはそなたしかおらぬ。この場は我らに任せて曹操殿のもとへ戻られよ。炎章の野望を全力で打ち砕かねば。